皆さんこんにちは。ドライアイ MGD 論文数世界第一、東大病院や慶応病院でも外来を担当していた眼科医の有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマは眼精疲労とドライアイ。皆さん、まず疲れ目と眼精疲労の違いってご存知ですか？疲れ目っていうのは目が疲れたなぁと思っても一晩寝て翌日の朝には目の疲れが良くなっている、そういったようなことを疲れ目というふうに言います。もう一方で眼精疲労というのはどういうものでしょうか？眼精疲労というのは24時間経っても疲れが回復しない、目の奥が痛い、ズンズンするとか、首こり、肩こり、こういった目以外のところも結構辛い、そういったものを含めて眼精疲労というふうに言います。でこのチャンネルでも何回か皆様にご説明させていただいているように、目の中っていうのはピントを合わせるレンズが大きく2つあるんですね。1つは皆さんよくご存知の水晶体というレンズですね。そこは毛様体筋という筋肉が太く、レンズを太くしたり細くしたりしてピントを合わせています。でもう一つは、涙、それから角膜といった目の最表面にあるこの眼表面レンズといったようなものなんですが、こちらがつるっとして綺麗であることがピントを合わせるためにすごく大事になってくるんです。なので、涙が綺麗であること、つるっとしていて、デコボコしていないということ、そしてその2つ目、毛様体筋がちゃんと働いてレンズを太くしたり細くしたりしてピントを合わせる、この2つがピントを合わせるためにすごく重要になってきます。なのでこれのどちらか、もしくは両方が機能が低下してしまうと目が疲れやすくなって24時間とかで回復できない眼精疲労の状態になってしまうんです。じゃあ皆さん、この場合どうやって回復すればいいか、これから対策をご紹介していきますね。でまず合わせる筋肉の方、こちらの疲労はやっぱり使いすぎっていうのは良くないです。筋肉疲労という状態になってしまうので、ただやっぱり、皆さん起きている間は目を開いています。そして目を開いている時はずっと必ずどこかにピントは合ってしまっているので、目はかなり、酷使された状態になっています。ですのでできれば皆さん1時間に1回は目を休めるように意識してもらいたいです。ずっと近くにピント合わせていたら、たまには遠くを見るとか窓の外を見るとかいうふうにちょっと視線を反らしていただいたり、目を休めるためにこう目を閉じるということもすごく大事です。そして2つ目、こちら、皆様もよくご存知のドライアイ対策なんですが、まばたきをきっちりしていただくと涙の油が出てきて水が蒸発しないようになってドライアイが改善します。目の表面がつるっとなりますね。なのですぐオフィスとかでできて何の道具もいらないのは、皆さんよくご存知のまばたき運動です。パチパチキュー、まむしめ、キツネの目、これをやっていただくっていうことがすごく大事なのと、もし、皆さんがご準備できたり、または1日に2回以上できましたら、この目を温めるグッズで目を温めていただきたいというふうに思います。目を温めると油が溶けて、そして涙の安定性が高まってドライアイが改善しやすくなりますよ。そして肩を回す、こういう肩甲骨の血流を良くする、逆回しもやっていただきたいんですけど、これを加えると首、肩から首にかけて血流が良くなって、そして眼球の方も血流が良くなってきます。血流が良くなれば目の周りの温度が上がって、まぶたの中の油を出す線の油も出てきやすくなりますよ。なので、オフィスなんかでは特にこういった肩、首こり、肩こり、こういったことに対する対策もおすすめです。一つ
最後に注意点なんですが、だんだん40代50代それ以上になってくると老眼も重なってくるんですね。でこの老眼が重なってくると、眼精疲労っていうのはさらに加速がしてしまいます。ですので、ちょっとピントが合いにくいと思いましたら、あの眼鏡をかけていただきたいですし、その眼鏡がかけていても疲れる場合には、きちんと眼鏡を作り直す、眼鏡が合ってるかどうか度数を定期的に確認していただく、そういったことが重要です。だいたい老眼鏡2年に1回は作り直した方がいいっていうふうに言われていますし、また60歳ぐらいまでは結構進むので、1年に1回あの県外に行かれるのもいいかというふうに思います。そちら度数が合ってるかどうか眼科で見てもらうこともできますので、検診も兼ねてそういう場合にはぜひお近くの眼科の先生にご相談いただければというふうに思います。老眼の対策も忘れないでくださいね。本日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょうね。さようなら。